ニコ・マクブレーンは、イギリス・ロンドン出身のヘビメタルバンド、アイアン・メイデンのドラマー。ニコ、とは、子供時代のニックネーム。いつも持ち歩いていたぬいぐるみ、ニコラス・ザベアーから来ているという、米国フロリダ州ボカラトン在住。彼の使用するビファース・セスティックには、ブーマーという現在のニックネームが付けられている。フランスのヘビメタルバンド、トラスト、パット・トラバースバンドなどを経て、 ホースアルバム、頭脳改革より参加。全ドラマー、クライブバーのシンプルかつパワフルなドラミングとは一線を、画したトリッキーで手癖のあるドラミングで、今となっては、アイアンメイデンらしさを演出するには欠かせない存在。2013年2月24日に、ニコの妻、レベッカが、フロリダ州ボカラトンの自宅で、夫、ニコに対して装飾用の刀剣で襲撃し、 さらに焚き木を投げつけ、軽傷を負わせた DV の容疑を問われ、5月3日に判決を控えていると、タウンニュースサイトのボカニュースナウが伝えている。レベッカは逮捕され、パームビーチ工事所に身柄を拘束されたが、その後は保釈されている。その後の罪状認否で、レベッカは無罪を主張しており、被害者が2個かどうかさえ不明だという。2018年2月、マンチェスター市内に、 元の楽器店のオーナーが引退した後に経営を受け継ぐ形で自身がオーナーを務めるドラム、パーカッション専門の楽器店、ニコ・マクブレン・ S ドラム1がオープンした。一般的なドラマーはライドシンバルをほぼ水平に設置するが、彼の場合は垂直に設置し、しかもほとんどシンバルの画面を正面に向けるという、得意な設置方法をしている。そのため、ライドシンバルには、 かなりの執着があるらしく、アルバム音源では、ハイハットの演奏部分でもライブになると一曲まる、ライド一辺倒で演奏してしまうことは珍しくない。このライドシンバルの音と手癖のあるドラミングが、現在のアイアンメイデンサウンドをほぼ決定づけていると言っても過言ではない。またライブでは、裸足で演奏することが多いのも特徴である。ヘビーメタル系ドラマーとしては珍しく、 シングルバスかつシングルペダルにこだわっている。その独特のペダル使いにより、ツーバスとほとんど遜色がない激しさである。ドラムは、デビュー当時はソノウを使用し、後にプレミアに変更。その後2015年頃から再びソノウと契約している。昇降系のタムからゴングバスまでずらりと並んだ多点セットが特徴である。シンバルはピスティ。ローリングストーン氏の選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて38位。ありがとうございます。